暑い夏が始まりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今日もデカ盛りでスタミナをつける。はい、皆さんこんばんは。あけぼの橋から歩いて5分以内に着くタシデルさん、ベッドナムじゃなくてヤンマ、あ、チベット、チベット、チベットのお料理のお店で、あのメニューも見たことないような名前のお料理ばっかり、ちょっと味のイメージが全く湧かない感じのチャレンジメニューです。今日はもう超久々、3、4ヶ月ぶり、3、4ヶ月ぶりに三宅さんと来ました。ソーシャルディスタンス中でちょっと離れたところにおります。知らないお酒があるなぁと思って見ていたら、ビールのピッチャーを発見と思ったけど、飲み放題もあったから飲み放題にしようっと。一人から注文 OK の単品飲み放題があるお店好き。飲みましょう。お疲れ様です。お、あ、何これ。マッコリと酢とヨーグルトを混ぜてちょっと薄めにして微炭酸になんか発酵した感じ。よい、スタート。スタート。失礼します。小籠包か言っても。小籠包みたいなの。あ、あ、皮。待って、半分に切って、断面見せようと思ったけど、もっちもちで。ちょっと箸で切れないで、ごめんなさい、かじってる。あ、うん、あ、牛肉。皮もっちもち。うん。うん。うん。の香りが、トマトベースでなんか独特の香りの香辛料っていうか、でも辛みとか全然ない。なんかこの上に餃子乗ってるんですけど、上に乗ってる餃子とあと中にもなんか入ってる。乗ってる方から。野菜餃子だ。これちょっと割ってみます。今これ。なんか野菜餃子。でこれが中から出てきたやつ。すぐに埋まってた方が。卵かと思ったら唐揚げみたいな味する。子供でも食べやすい感じの唐揚げ、お弁当とかに入ってる感じの、なんかそういう感じの味する。このじゃがいものやつが一番重いかも。これあの餃子じゃなくてももっていうチベットの餃子みたいなお料理なくて、もう皮がねとにかくもっちもちで結構ね厚め。
食べたいけど、ちょっと重くて引っ張れないかなと思って、先に餃子食べて。ライスプーンもらった。このじゃがい、中に入ってるじゃがいもさ、潰したペースト系のコロッケ系のじゃがいもじゃなくて、本当にざく切りにしたふかしたての芋をそのまま詰め込みましたみたいな感じのタイプのじゃがいも。この肉団子みたいなやつめっちゃ入ってる。もう何個だろう。麺って伸びるっていう概念が多分ないからいいかな。餃子の皮と同じくもっちもち系だと思う。うーん、思ったより柔らかいからちぎれてる。ちぎれるくらい柔らかいんだけど、でも噛むともちもちしてる。ひもかわほうとうっぽいけど、ひもかわうどんとかほうとうみたいな感じだけど、柔らかくてね、結構ね、ちぎりやすい。だけど噛むともちもち。食べたことないから。早い。あれ大人も子供も1000円。あ、そうなんだ。それ10分ぐらいで終わるから。おお。退屈しなくて。確かに。すすってしまうよりは1本こうやってまとめて一口でいった方が早い。あ、まもなく時間半分みたいな。で、あと。のんびり食べる。ところから折れたたまないでさ、このまま立ってるってことは、それだけ弾力っていうか、もちもち感があるっていうか、へなってなるんですよ。味変してなんか、辛さがどうの構造とかいろいろ言ってた。たまにやるけど、まさかの三宅さんがやると。撮影でダラダラしすぎて、もともとそうだけどめっちゃ時間使っちゃう。結構優しい味の方なんだよ。かなり食べやすい。鼻に抜ける香りはちょっとふわって、なんかなんて言っていいかわかんないけど、よその国感というかあるけど、全然めっちゃ優しい味。テレビで見た時、マサラなんかの香辛料の名前連発してたけど、全然なんかそんなグワッてくるわけじゃないから、結構誰でも食べやすい感じの優しい美味しい感じ。うん、うん、でドロッとしてるから
結構味も濃いのかなって勝手に想像してたけど、全然濃くないし、かなり食べやすい。あとこれだけなんですけど、辛味香辛料みたいなトマト系の、ちょっと辛いトマト系の調味料もらったんで、ちょっとかけてみようと思います。それぐらいちょっと入れてみます。あ、この調味料でもほら、粒入りというか、玉ねぎ、刻み玉ねぎか。あ、本当だ。あ、思ったより辛い。でもピリピリ。辛いより、なんかタバスコっぽいっていうか。そんなに辛くないと思ったら、後からだんだんピリピリ。じわじわじわっと。うん。うん。これ入れるとさ、トマト感が強まる。ちょっと辛みもあるけど、トマト感が強まるから、なんかすごいスルスルいける。トマトと辛みってなんか夏っぽいイメージだから、夏にぴったりなんです。まだ飲み放題ラストだ。はい、2時間あ、あら、ラストならいいよ。しようかな、せこい。せこいね、すいません。生ビールで。生ビール。はい。2つで大丈夫ですか？はい。え、2つでもいいの？ナチュラルで。あ、嘘。あ、嘘、ラストオーダーなの。やばい。アンズサワー。はい、アンズサワー。すいません、と生ビール。アンズサワーと、朝を1つで、はい、生ビールを2つで、はい、あ、1回ずつで大丈夫ですか？はい、あ、ラストだって、はい、なんか、はい、ラストだから1個かなと思って、2回でも、まあ、全然よく来たらシュワシュワしちゃう。あ、ありがとうございます。で、マンゴーラッシーと、うん、かけすぎてめっちゃ辛い。かけすぎた。いや、大丈夫そうと思ってトマトだし、後からめっちゃ口に詰まった。口からだ、消えてた。喋ってたら同じことやってる。アンズサバ。うん、あれだ、多分新部中の相談は言ってる。の超のんびり。すごい。ありがとうございます。あれ2つ、あ、ビールを2つ、あ、嘘、あ、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、ちょっと伝え方も間違えてしまって、あ、大丈夫、全然、むしろいいんですか、なんかラストに3つ頼んだみたいになっちゃった、すごい。あと他にも中国パスポートで、全然余裕感が、だから完食したらまた味、美味しかった。完食したらもらえるバターチャー、人生初体験のバターチャー、なんて言えばいいんだろう、お茶って感じじゃない、なんか低脂肪牛乳をホットミルクにしてほんのり塩入れて、あとちょっと紅茶、なんかお茶っていうかバターっていうか香りつけましたみたいな。どうも、見てくれてありがとうございました。ごちそうさまでした。三宅さんのところの結果はね、三宅さんのチャンネルに載ってるのでね、ぜひお楽しみください。また次回いっぱいしましょう。本日の NG 集、お店の近くのローソンでお金を下ろそうと思って通ったら、お店の近くのローソンがまさかの停電中で下ろしてこれなかったので、今日チャレンジ絶対失敗できるんです。チャレンジもし失敗したら三宅さんにお金貸してくださいってドミソしないといけなかったんです。感じで、いろんな意味で今日はちょっと負けられない戦いなので頑張りたいと思います。
菜餃子さ、ちょっとセロリの香りがする。あのちょっとだけガツンとは来ないけど、ちょっとだけなんか鼻にふわっとセロリの香りが入ってるかしら。どうでもいいおまけシリーズ、イエーイ。ちょいと一つ雑学でも。アイスクリームには賞味期限がない。マイナス18度以下という温度管理をしっかり行うと菌が繁殖しないからなんだって。その他にもガム、梅干し、砂糖、塩、蜂蜜、乾燥昆布、一部のお酒なども材料や温度管理次第では賞味期限がなくなるよ。さっき買ったアイスずーっと取っといて、10年後に動画のネタにして食べよっかな。10年後もういないでしょ。 YouTube って来年には芸能人に占領されてるよね。きっと頑張れよ庶民さくら。頑張る。本日も最後までご視聴ありがとうございました。最近ちょっと夏バテに入り始めたから飲み物ばっかりガブガブ飲んじゃう。終わり。何これ。またね。